義兄エースを救うため海軍三大将に挑んだルフィだが力及ばずその場に倒れた。とどめを刺そうと近づく青木。しかし白ひげ海賊団一番隊隊長マルコの翼が氷の刃を阻んだ。三人の侵入を許した。能力者は包囲壁を越えてくれた。終わりだよ。おっとっと、決めるよ。いちょっと疲れた。どれよっよっよ。元帥殿、湾内の海賊たちが妙な動きを。大津に向かって海を渡れ。何が何でも広場へ上がるんだ。ほらっです。ほらっです。ほら。それ。ほら。これで終わりだよ。ちょっと気をつけな。フェザントバック。パルチザン。やれ。気をつけな。そら。よっ。はっ。そら。We'll be right back.